こんにちは。こんばんは。パフォーマンスユニットサランのケンジとリノです。はい、はい、声変だよ今日はちょっと落ち着いた感じ落ち着いた感じで、ね、たまには違う感じの、はい、はい、まあまあお好きなようにサランスマイルミュージック、はい、第61回となりました。はい、今日はちょっと真面目に真面目にお話をしてみたいと思います。真面目にそういう声するからさできるのかな、ね、はいはい、私たち突然ですけども、はい、突然ですけども、はいはい、メインの活動を、はい、ボランティア、はい、演奏ボランティアしてあります、はい、高齢者介護施設のデイサービスにいて、はいはい、ね、月に何回ぐらい今やってますかね。月にどう4回5回ぐらいはやってるかな。そうですね、今県内、4カ所の、施設に行かさせていただいてまして、はいはい、ね、そっか、それぐらいやってますね。やってますね。はい、年数的にもかれこれもう3年以上ですか。やってる。そうだね。ね、やってますね、うん。はい。最初のきっかけというのが、はいはい。はい、まあ親孝行をできなかった分、ね、うん、したいなということで、2人でまあ楽器をこうやってるからには、ね、うん、その音楽で、何かボランティアをできたらいいなということで施設に飛び込んだんです。そうなんですよ、はい、飛び込んだっていうと、ね、まあ、飛び込んだというか一番最初はあれだよね、どうやってやっていいか全く分かんなかったんで、うん、そうね、まあ、そういう方って本当に、うんうん、多いと思いますね、まあ、私たちもそうだったんですよね。そうそうそう、あのボランティア活動演奏活動をしようまでは決まったんですけど、そうそうそう、さあそこからどうしよう、そうそうそう、でも一番初めに行動したのが、うん、何、福祉、ね、施設、そういう福祉協会とか、そうそうそう、ボランティア協会とか、なんかそういうボランティアの斡旋をしてくれる、うん、そういうネットワークがあるんだよね、はい、うちらの愛知県だとボラミミネットだったりとか、うん、各市町村にあるそういう介護福祉の介護の関係のところであるボランティアの募集みたいなところの募集のところに登録したんだよね、はい、そう、登録したね、名前をして、で登録をして何かそういう要望があったら、はい、こっちにその依頼が来ますよ、はい、みたいな感じ、はい、のところにいくつか登録したんですね。しました。ね、はい、したんだけれども、待てど暮らせど全く連絡もなく。そうなんです。そうなんです。やっぱうちらみたいなのは需要がないのかなとかね、っていうふうに最初は思ってたんですね。はい、ちょっとお声かかることが、うん、はいはい、なかったんで、考えました。どうしようかなって。そうそうそう、うん、で思いついたのが、うん、直接行けばいいのかなと。そうそうそう、単純な、まあ、直接行ってみようか、ね、そうそう、でうちらがいつも練習をするカラオケボックスの、うん、途中に、はい、なんかでっかいそういう介護施設があったんだよね、うん、で、たまたまでもあれ始めそう思わなかったのよ、施設と。あ、そうそう、ね、普通にホテルかと、ホテルみたいにで一応そこの名前がまあまあつくもんですね、はい、さんです、第二つくもんねんのっていう介護施設 で、はい、でそこのホームページかなんかを見たんだよね、はい、でそこのホームページ見たら同じように音楽活動でなんかやってる人たちが、うん、そう、なんか写真かなんかで載ってたの、載ってた載ってた、いっぱいね、うん、で、うん、そういうとこだったら直接行ったらやらしてもらえるんじゃないかっていう話で、うん、たまたまそこにね、そう、直接直接あれね、今思うと電話もかけずに私、うん、行った気がするの、ね、もう本当に思いつきだよね、うん、ここすれば直接行ってみようかみたいな感じで、まあね、こういった音楽、活動をしてるんで、はいはい、ぜひここでね、ボランティア演奏させてくださいと。そう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 、まあドキドキだったんですよ、やっぱりやらさせてもらえるもんなのかなと、うん、なんかいろんな手はずがあって、そうそうそう、普通の一般素人のこういう人たちがいたところで、うん、なんかこういろんなね、うん、ことがないと やっちゃダメなのかな、そう、ね、で、まあ、直接行ったところでやっぱりそういう、なんていうの、教会とかに一度申し込んでから来てくださいとか、まあそういうような返答かなと思ったんですが、うん、それがどこ、ね、ところがどっこい、ところがどっこいだよね、いつからやってもらえますか、ね、と即答でしたね、そうそう、もう大歓迎、ね、即答いただきまして、ね、そうなんです、あのボランティア演奏、まあ、演奏に限らず、ね、そんな活動をしてくださる方を、うん、すごいそういう施設の方たちは、うん、待ってらっしゃいますね、うん、はい、そうそう、だから、はい、一応なんて言うんだろう、そういう介護施設とかからしてみたらお金は払えないんだよね、こういうミュージシャンたち、ね、うん、はい、ギャラを払ってやってもらうっていうことができないので、はい、もうタダでやっていただけるなら、はい、もういくらでもやってください的なノリなので、はい、こっちとありがたいよね、そうですよ ね、 ね、はい、うん、まあそんなことからね、そこの施設から始めさせていただきまして、パフォーマンスユニットサランのスマイルミュージック、一回やっちまうとね、あ、
どこのデイサービスの、ね、介護施設も同じようにうちらみたいにこうやってやってくれるっていう人を待ち望んでるんではなかろうかと、はい、そうなんですで、いいところだね、あのね、2か所目3か所目ぐらいからやっぱり思ったのが、あのどこもこう、時間帯のリズム的なものが同じで、そうそうそう、ね、やっぱり午後午後ね、2時とか3時とかにデクレーションっていう場所、そうそう、時間が、ね、時間が必ずあるんで、ね、うん、あって、うん、でそこにやっぱり何もない時は、うん、そこの職員さん、施設の職員さんたちが何かしら考えて、うん、ね、そうそうそう、いろんなことをやってらっしゃるんで、そこに今私たちみたいなのがポッと入り込むと、わあ今日はもうやってくれるから嬉しいわっていう、ね、上になるんで、ね、ぜひぜひ何かしらね、音楽じゃなくても、うん、なんだろう、紙芝居とかね、あ、そうそう、紙芝居とか、あの踊りとか、ね、読み聞かせとか、読み聞かせもそうだし、うん、そんなことでね、あの一回訪ねてみるといいかもしれません。そうそう、だから何かしらこう自分の趣味でやってるところの発表会をするところがないとか、はいはい、いう人結構いると思うんだけど、はい、そういう発表の場として、うん、そういうところでボランティアとして、まあ、ただなんだけれども行くと、はい、意外にね、どこ行っても受け入れられる。そうですね、あの初めの、ね、きっかけというか思ったのがやっぱり親孝行できなかった分、したいなっていうのもあったんですけども、実は私がその頃ちょうど、アルトサックスを始めまして、ね、あの今言ったね、その発表の場というか、ね、人前でこう吹くというのもすごい練習になるなっていうことも兼ねて、行って、でやっぱりそうなんですよ、最初の頃、音がね全く出ないとかピー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 なるとかって言った場合でも、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんね、もう長くこう人生生きてこられた方は本当にあったかい目で、見ていただいて、すごく応援して、くれますね。頑張って続けなさいよ、続けなさいよって毎回言われて、それで本当に3年半私も続けることができたんで、楽器を始めたねばっかりの方とか、何も人前ではなーっていう方も本当にあの温かく見守ってくれてくれるんで、いいんじゃないかなと思います。そうだね、はい、だから本当にね、あの自分でワンマンライブとかできるような人たちはまあいいとして意外にアマチュアミュージシャン、そんなことできない人多いと思う、ね、はい、私たちでも、ね、できないよ、ね、あの集客って言いますよね、お客さんをこう、ね、まあ、そういうライブをやるんだったらお客さんをやっぱり集めないと、ね、成り立たないんですけども、私たちもお客さんを集める集客ということはできません、うん、ただそこは、そこは変な言い方というか、集客するんじゃなくって、うん、もうそこに人が見えるんです。そう、もうねあの聞いてくれる人はもうそこに最初からバッチリいるので、はい、そうなんです、うん、そのプレッシャーからは解放されるよ ですね。なんかいろんなイベントやったりとか、はい、ね、ライブハウスでライブやったりするっていうと、そういうところがつきまとうんだけどもまあ確かに大変だよ、うん、大変だけれども、結局うちらが1時間とか45分とかっていうステージはそこではできるので、はい、場数踏むには本当にいいよね、うん、そう、私そう本当に成長させられましたね、うんうんうん、で一緒にみんなと一緒にこう歌うっていう、ことやってるんですけども、うん、だから普通の他のライブに行ってもやっぱり自分たちだけが、やるライブじゃなくって、みんなが参加してくれるようなライブもなんとなくね、自分たちでできるようになったかなっていうふうには、そうだね、思ってます。はいはい、なのでね、うん、ただ一個注意点があってね、うん、そこで注意点というか、はい、あの一番最初にうちらも言われたやん、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちってさ、うん、意外に正直だから興味がないと思ったら勝手に説教立つという、はい、そう、はい、だからやっててこれはダメだなっていう風になってくると、うん、勝手に説教立ってね、そうなんです、あの今まで自分がいたその部屋のところまで戻ってしまったりだとか、はい、だから最初の方はやっぱりすごくそこに ね緊張したし、あのまあ最初の頃は特にそうだったし、まあ、今でもそうなんだけど、やっぱり楽曲、うん、昔の歌とか同様、唱歌っていうのは皆さん知ってらっしゃるから、ね、何も言わなくてもこう大きな声で、歌ってくれたりするんですけども、またまに、ね、私たちもちょっと先の歌とか、うん、それでオリジナルとか、うんうん、やるとポカーンっていう雰囲気には、ね、なってしまうんで、まあね、まあその辺は ね、まあ、ね、でもやる側の心持ちかなっていう気はするんだよ、うん、はい、だからあのそういうところでやるのに向いてるのは、うん、どちらかというとこっちが聞いてる人に楽しんでもらいたいなというような心づもりでやるっていうのがポリシーである方は、はい、多分ボランティア演奏会とかはすごく向いてるんじゃないかなと。そうですね。そう。で逆に自分の歌
を聞いてほしいというところが、はい、メインの人だとおそらくきついんじゃないかなっていう気もするので、なんかそこら辺のね、区別はあるかなと思うんだけど、私たちの歌を聞いてほしいというか、このそのなんていうの、その空間、時間、ひとときを自分、まあ、もちろん自分たちは、あの、目いっぱい楽しみたいし楽しんでるんですけども、まあね、でそこにいる周りの人もその空間ひとときを楽しんでいただきたいなっていう、気持ちでやってるんですよね。だからね、その楽しんでもらうためにこういう小道具とかも道具、ね、よくあの喋ってて、動画にも動画の中でも出てきておりますが、一番最初に何かあのマジックでもすると受けるんじゃないかって言って会議行ったんだよね、マジックショップに。行きましたね、これね、1000円くらい払ってこれで、あの、今からちょっとだけやりますけども、これ最初にやった時はあのやっぱりね、何が今起きたのっていう感じだったんで、やっぱりそういうとこでやるときには、あの、説明をしてから、はいはい、うん、あの曲も何でもそうなんですけども、ちょっと軽く説明をしてからやってるんですけども、これもね、歌の途中でやるんですけど、ここを見ててくださいね、これが突然変化しますからねと言って説明をしてから、はい、そう、はい、もってこんな感じで、まあ、あの、まあ、そもそも、はい、俺がずっとなんかマジックやってて、はい、でこういうのがいいんじゃないかって、これなら多分ニノさんもできるよって言って買ったんだけれども、はい、ちょっとねやり方違うで、実は。あ、違うの？いや、ね、はい、やり方が違うそうですよ。マジックの先生がこれから本当のマジックを紹介してくださるようなんですけども、やり方違う？やり方が違う。どうしてどうして？最初に、うん、このリボンが棒になりますよと、はいはいはい、っていう風に見せてからやるっていうのが本来の形なのよ、うん、あー、なるほどね。これでもこれリボンついてなかったもんね、だから後から、あ、そうそう、後からつけたんだけど、うん、このリボンが下にこう出とったら、はい、あまりおよろしくないっていう感じ、うん、持ち方も間違いない、うん、まあまあ一応ね、うん、でやってください、どうぞ、はい、意外とこだわるね、あの、こだわりないと言いながらねそういうとこねどう思います皆さん、ね、まあ、こういうことがね、あの原因でよく喧嘩もするんですけどもね、今顔笑ってますけどね、はい、まあ、そんな感じでここから、ボランティア活動についてのトークとかね、お話も、今後もね、はい、もういいよ進めていきたいと思いますのでで、第2回、第3回、第4回と、ボランティアについての、はい、話も、させていただきたいなと、思っておりますので、はい、また次回も来てください、はい、ということで、もう勝手に私一人で進めてますけども楽曲の方がまあいいや、はい、ということでございまして、はい、楽曲でございましてだってさ、言うだけで失敗してるやん俺やってないもん、これそれは、そんな、そういう言い訳をしないあそこまでね、俺がこういうやり方をちゃんとしたって言うぐらいなら成功してこそがね、そうだね、ちゃんと練習してやればよかったねということで、はい、今日は、何だったっけ、五番街のマリーへ、あ、そうだよ、そうなんですよ、私が一人で歌うのはとってもね、緊張で、はい、うん、なんです、はいはい、でもその緊張した様子を、はい、聞いてください、はい、それではどうぞリノさん頑張りましたはい、頑張りました、五番街のマリーへ、はい、
しい悲しい思いをさせた、それだけが気がかり。五番街で噂を聞いて、もしも嫁に行って、今がとても幸せなら寄らずに欲しい。スマイルミュージックの方はいかがでしたでしょうか。この動画を見て楽しかったなって思っていただいたあなた、ぜひぜひ評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録の方はこちら、おすすめ動画の方はこちら、またコメント欄に感想などもいただけたら嬉しく思います。では来週もまたお会いしましょう。